皆さん、こんにちは。岩崎ひろみさんのライフや、河合直子さんのムーンライトキッスなどを作詞した日本の作詞家松本零士さん。世代の人は名前くらいは聞いたことあるかもしれませんね。そんな松本さんですが、2011年にまさかの自殺、しかも焼身自殺だったことで世間に大きな衝撃を与えました。有名作詞家として活動していた松本さんに一体何があったのでしょうか。そこで今回は松本さんがなぜ焼身自殺を図ったのかについてご紹介していきます。長野県松本市出身の松本さん、長野県松本あがた丘高等学校を経て上智大学卒業後、日本航空に入社し仕事を始めます。最初から作詞家だったわけではないのですね。日本航空時代は国際線のチーフパーサーとして活躍していましたが、30代前半の頃、当時キャニオンレコードの社長とたまたま知り合い、そして引き抜かれ1976年キャニオンレコードに入社。全く違う職種になりましたが、松本さんはそこでも持ち前の能力の高さを発揮し、なんとディレクターに就任。その後作詞家として活動します。1988年には大月みやこさんの乱れ花で第21回日本作詞大賞の優秀作品賞を受賞。他にも石野真子さん、ジュリーがライバルやハートで勝負、細川たかしさんの女心、五木ひろしさんの紫陽花などの作詞を手掛け、世に数多くの名曲を送り出します。このように数多くの名曲を生み出した松本さんですが、2011年12月19日に突然の死を迎えます。この日の午前7時40分頃、松本さんは東京都世田谷区内の自宅玄関先で全身に火傷を負っているところを妻によって発見され、病院に搬送。しかし意識を取り戻すことなく、そのまま亡くなってしまいました。満68歳没。警察によると、松本さんのすぐ近くに灯油缶とライターが落ちており、争ったような形跡もなかったとのことから、松本さんが自殺を図った可能性が高いとみて調べています。また松本さんは妻と息子2人と4人暮らしでしたが、2階で寝ていた妻がうめき声に気づき、外に出たところ、倒れた松本さんを発見したといいます。人気作詞家だった松本さんの突然の死、一体なぜ自殺を図ったのでしょうか。松本さんが常務理事を務めていた日本作詞家協会会長の湯川玲子氏によると、松本さんは数年前から体調を崩しており、半年ほど前には結石の手術を受けたものの、経過が思わしくなかったといいます。痛みがすごかったと聞いている。もともと笑顔の多い人だが、最近は浮かない顔をしていることが多かった。物忘れも増え、精神面の落ち込みが激しかったと振り返っています。このため病気が辛くて自殺したのではないかと言われています。しかし亡くなる前までは自分でプロデュースした作品をプライベートでリリースしたり、弟子の指導やボーカルレッスンに当たるなど精力的に活動していたそうです。湯川氏は、先月お会いした時は一時より足元もしっかりしていて、もう一頑張りよねと声をかけたばかりと話していたそうです。そのため病気が辛くて自殺というのは少し考えにくい部分があります。と言っても、人間の精神は脆く、ふとした瞬間に死のうというスイッチが入ることがあります。人は追い込まれれば追い込まれるほど正常な判断ができなくなりますし、遺書なども残っていないことから、衝動的に死を決断した可能性も十分あります。ただもう一つ疑問が残るのが、自殺の方法が焼身自殺だということです。想像できると思いますが、焼身自殺は自殺の中でも特に苦しみを感じる自殺方法だと言われています。
少し話はそれますが、世界の歴史を見てみると、家計という死刑の方法が過去にありました。この家計は最も重たい罪を負った人が受ける罰で、世界一残酷な死刑方法とも評されています。そのくらい苦しいものです。そんな自殺方法を、病気で苦しんでる人が取るものなのでしょうか。一般的に焼身自殺はメッセージ性のある自殺と捉えられています。最近ではくら寿司の店長が店の駐車場で焼身自殺をして話題になりましたよね。あれは上司のパワハラが原因と言われていますが、店舗の駐車場で言ったことから、くら寿司の上層部に対する復讐というメッセージ性を感じます。そのため松本さんは病気ではなく、何か伝えたいことがあって、このような方法を選んだのではないでしょうか。ここからは完全に憶測ですが、考えられる内容として、人間関係のトラブルがあります。作詞家という職業柄、芸能界とは親密な関係であろう松本さん。しかし、芸能界は一般に比べて、かなり個性的な人が多く集まっています。当然トラブルも多いでしょうし、実際不仲だの確執だのと噂は絶えません。松本さんはこだわりの強いアーティスト側の人間ですし、譲れないこだわりもあったり、それゆえにアーティストと揉めたりもあったと思います。その芸能界で誰かとトラブルになって悩んでいたなんてこともあるかもしれません。もしくは莫大な借金を背負ってしまい、それで追われていたとか、自分の理想の作品が作れず苦悩していたとか、まあ話を見る限り借金などのトラブルはなさそうですが、病気以外で何かしら悩んでいた可能性は十分にありえそうですね。その結果このような方法を選んだのかもしれませんね。数々の名曲を生み出してきた松本さん、その最後がこのような形となってしまい、関係者もファンも残念な気持ちでいっぱいでした。あれから12年、今も松本さんが携わった楽曲は多くの人に聞かれています。これからも消えることなく輝き続けるでしょう。松本さんも天国で自らの作品がどんな人に触れられているのか、優しく見守っていてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。